やイベントが盛りだくさん。開催期間は8月7日日曜から13日の土曜の1週間です。さあ、そして我々のですね、まあいろいろそのなんでしょう、その山手線沿線の会場では、はい、まあ、ボーリングですとか、うん、まあ、ルミネもやりますし、品川花月もやりますし、うん、あれはどこなんですか、あの6時間のなんかみんな若手たちがギャグをやるやつは。知らん。知らないですよね。そういうのも我々も知らないのも結構乗り込まれてますから、そんなのやるのも皆さんがぜひ、ね、自ら調べて足を運んでください、はい。チケットは前代未聞の、TBS ラジオ地震速報です。先ほど3時54分頃福島地方を中心に地震がありました。震度5強が福島浜通り、震度5弱が福島中通り、栃木北部、震度4が、岩手県沿岸北部などです。震度4が茨城南部、ちょっと待ちください、震度4が茨城南部、栃木南部、千葉北東部、千葉北西部です。震度3が、岩手県沿岸南部になっています。東京23区は震度3になっています。同じく震度3が神奈川県西部、中越、山梨県中部、西部になっています。以上、地震情報をお伝えしました。はいはい、繰り返しお伝えします。TBS ラジオ地震情報、先ほど大きな地震がありました。震度5強が福島浜通りです。震度5弱が福島中通り、茨城北部、栃木北部、震度4が岩手沿岸北部、岩手内陸北部になっております。震度4が栃木南部、千葉北東部、震度3が、岩手県沿岸南部になっています。東京23区は震度3です。なお、この地震による津波の心配はありません。以上、地震情報をお伝えしました。スペシャルをやります。やろう。やらない。